そうなんか寒いって分かってたの。しかもなんか昨日リサがなんか明日はねあんな寒いんだよって言ってたのね。だから明日あったかい格好して出るんだよって言われてたのリサに。なのになんか今日朝、まあ、朝っていうか、まあ、普通に何家出るじゃないですか。したらすごい寒くって、あそういえばリサ昨日寒いってあんね教えてくれたわと思って、ですぐ家帰ってちょっとあの長袖を中に着込んでいきました。そうね、急に寒くなったから皆さん体調気をつけてくださいね。そうそうそう、うふふふふ、そう今日珍しく巻き髪ですね。明日も寒いの？そう寒かった。アンリサ好きって水木ちゃん。風邪治らんの？やぶたくさん、あ治ってきたよ。もう余裕での治ってる。ジョーニシーさんこんばんは。うふまさまるさん、山ちゃんイコール山ちゃんありがとう。今日は寒いのは確か。読まれた大輝。クレースポさんこんばんは。あかんあかん、何があかんの。今日編み込みしてますね。最近ね編み込みするんですよ。なんか編み込みがいいなって思った。なんか編み込みがいい自分的に。あんな北海道組じゃないですよ。今日も声出ないのサーベルポンさん。みんな声治った？アンナもう治ったよほぼ。体育祭の思い出？体育祭の思い出はね、なんだろうな。体育祭、まあ運動会は小学校で、なんか小学校の時になんか組体操で、あのトップをしました。一番上そう一番上でしたね。常にどのやつも一番上だったかな。で高校中学の時の体育祭は、中学はまあ共学っていうか男子女子みんなだったけど、なんだろうリレーとか盛り上がったかな。で高校はね、なんだろう高校ね体育祭女子だけだったんですよね。あ女子校だったからね。そうもう余裕で一番上でしたね。もうちっちゃいから。そうスケッチブック気づいたよ大平気。安定のトップですね。一番上だった。のぶさんハートありがとう。組体操ね怖かったの最初。ピラミッドも怖かったんだけど、でもなんかめっちゃ練習して全然怖くなくなった。今でもキアラ助けに来たぞでピラミッドやってるよね。一番上めっちゃ高かったよ。やばかったよ。なんかね一番下の子がなんか膝ついて手ついてでしょ。で2番目の子がなんか2番目の段の子はその子たちに足伸ばしたまんま手をつくみたいな感じで、でその上に立ってる子が、そうその上にもうピチーンと立ってる子が3人いるの。そうでその上にピチーンと立つのがアンだった気がする。ピチーンとピーンって立つのが、そう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 。何いちごちゃんの時のウフやって、何なんか今日ウフってめっちゃコメントあるんだけど、どういうこと？ウフあウフってそんな言ってたっけいちごちゃん時代。覚えてないんだけど。そうだから下の子は痛いんだよね。そんな高いところはまあまあ平気。何アンが聞きたいウフって何？知らないよ。おやすみキイちゃん。キイちゃんいっぱいパシャパシャしてくれてありがとうね。え何ウフって、ウフわからん。うんってよく言っとったけんかな。わからん何みんな手紙書いてるなうって。何うふってタワー来とるよって。ノブさん今日ハート投げてくれたって思った。ノブさんタワーありがとうございます。握手券取ったアリサちゃんありがとう。モブさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。ありがとう。悔しいってブラックさん。なんでダメって言ってんの。なんで今日そんないちごちゃん時代のこと言うの。あ、善悪の霊出たね。それな、誰だっけ、あん瞳とマイカと3人の時と、マイカとアンリサの時と、瞳とイオリとあの時だっけ。違う、なんそんな感じだったよね。違うかな。超楽しみなんだけど、てかアンリサ一緒とか初めてぐらいなんだけど、多分めっちゃそう、なんか結構アンリサって言ってくれる方多いから嬉しい。そう、アンアイスも一緒だし、アンマイ、イオアンいっぱいある。うるさそうって、確かにアンリサはガチってどういうこと。めっちゃ楽しみね。あ、めっちゃ楽しみね。アンリサなかったよな、意外にないんだよね、アンリサ。リトルチビって言われても気にしてなくていいよ。だってハルトさん優しい。アンアイスもね、なんか意外にループ待ってます。チロルさんいつもありがとうございます。今日髪ゆる巻きね、そうこんぐらいの巻きが好きなのは、なんかがっつり巻くんじゃなくてこんぐらいが好きだから。でも今日雨でなんか取れてこんぐらいになったのね、多分ね。だからこんぐらいがちょうどいいなって思いました。そうですね、はい。いちごの天ぷらめっちゃ甘いらしい。どういうこと。いちごの天ぷら何話そうかな。瀬戸ちゃん話しましょう。何でもいいよ、見下されたい。リトルペロ。タワー、待って誰ですか。ヨッシーさんありがとうございます。ヨッシーさん、ヨッシーさん、ちょっと待って、優しくしてねって。ヨッシーさん、ヨッシーさん、ありがとうございます。ありがとうございます。ヨッシーさん、ノブさん、小悪も待ってる。 3×5 は15。いちご、え、なんなの今日、なんでそんなみんないちごいちご言ってんの、わかんない。スチーケロちゃん、部活中部に目が合うなって思ってたんだ、昨日めっちゃ歌ったからな。話したいことたくさんあるって水木ちゃん、スタバのストロベリーフラペチーノ飲んだよ、いちご。ケントナノさん、アンナちゃん、パワースポットさん、ヨッシーさん、ヤッホー、サシナユーさん、握手来たよ、サイちゃん。明日浅草行くの。あんま前浅草行ったよ、結構前、1年弱前、リサと行った浅草、2人で遊びに行った。いい歌ですよねって、リップ動画スクショしすぎてカメラロールガンちゃんだらけよって、ケロちゃん。そう、なんかめっちゃさ、みんながさ、でも特になんかそれは女の子が多いけど、なんか女の子がなんかスクショいっぱい撮って、なんかちょっと加工して送ってきてくれて、なんかすごい優しいなと思って。どんなお話もしよう、みずきちゃん、もうそんなに経つんやねってね。恋愛の君の目、突き刺さる、怖くなるほど、あそこの顔見たくないっす、レスもらいてーって。サーベルモンさん、ひらがなレモンさん、ヤッホー。アナのショールームに着弾のぺさん、誰かいる、誰もいない、今日も来たよ、みほさん、19日の怖く待ってる、さゆにゃ待ってます。
恋愛ねえ、指原さんのさ髪の毛切ったさ、めっちゃ可愛くないですか。可愛いっていうか美しいというか、もうびっくり、めっちゃよ、めっちゃね素敵やった。なんかさあの感じ、え、なんかね、なんかさなんかしか言ってないけどさ、今さそうリツイートしたやつあったじゃんか。なんかあのね、なんかあの目の感じもすごい好きだし、でもなんかあのこうやってやっとる方もやつもめっちゃ好き。そうめっちゃ美しみが深くってやばかった。なんかでも大人の女性って感じで美しい、やばいね、大人の女性って感じね。のんののさ、サナもめっちゃ可愛くない？可愛いっていうか美しい、それも可愛い美しい、やばい。なつ、なっちゃん寝坊したかと不安でした。みんなありがとう、大人になったねって。まさまるさお魚仮面さん、まただわ。嘘、え、人の時を思うさん、人の時を思うさん、ありがとうございます。え、ありがとうございます、ありがとうございます。なんでみんな今日そんなタワー、髪巻いてる上に編み込みしてます、ありがとうございます。タワー、人のことを思いましょうありがとうございます。このヘアスタイル好きですね。よくする、私編みって巻かないよ普段は。編み込みのコツですか？編み込み編のやり方だとね、ここ持つじゃん、適当にで3個に分けるじゃん、で一瞬三つ編みして、でもうこっちの端から取って、でまた三つ編みして、次こっちの端から取って、でまた三つ編みっぽくして、こっちの端から取ってっていうのを繰り返してる。こうやって繰り返すの、こうやって。あ、ジャロスキ落ちた。そう、こうやって繰り返すの。なんか今日顔白くない？なんか顔色飛んでる、なんでやろ。そう、こうやって見えるかな。ほら、見えにくいね。ハーフツイン好き、ほんまに？怖くかじゃなくてしてほしい。やるとしたらまだ怖くかな。明日は見込みしようかなってケンケンさん。髪の毛染めないの？染めないと思うな。今のところ染める予定はないかな。まだ。リボンつけてね巻きハーフツインね。なんかめっちゃハーフツインしたらさ、すごいさ意外っていうかさ、珍しいからすごいファンの方が反応してくれてさ、なんかそう怖くでやってとかめっちゃ言ってくれてさ、みんな私の年齢覚えてるって思ったいや自分がやったんだけどね。そう初見引っかからんなってそう、まだいけますか二十歳やけどそうね、巻き髪すると大人っぽいかもしれん。ちょっと確かに早く話したい、ゆいにゃ。そうですよ、大人ですよ。
ポニーテールでもね、あんま、でもアン的にはあんま好きじゃないんだけど、なんかポニーテール、なんかでもファンの方ではなんか結構ポニーテールはどっちかといったら好評なんですよ。多分あんましないから逆にいいのかなと思って。そう、でもなんかヘアさんにもなんかポニーテールしてたら、え、アナちゃんポニーテールが一番いいよって言われたのね、この前。え、ポニーテールめっちゃいいみたいに言われて。でもね、ポニーテールあんま写真がねちょっと安的に微妙なんですよ。そう、そうなの。見えない、あ、行っちゃった。てんちゃんがアンズ、どうした、てんちゃんアンズになってくれる？なになに、本当はツインテールがいい。え、でも一番みんなは何がいいんかな。なんで髪染めないのってコメント今日多い。なに、てんちゃんもしかして兼任してくれるの？顔の形良くないわ、好きじゃない自分の。誰このアバター？何のアバターなのこれ。もう面白い、女の子がいる。ハウスツイン、お団子ヘアね。琥珀とかだったらお団子できるけどね、お団子ね、自分でやるのちょっと難しいんだよね。ポニテシカって本当に今あんちゃんが知ってるやつが一番好き。お、カサカサ、嬉しい。リンゴちゃん一択、全部が可愛い。さしなゆいさん、最近イコラブに早まりすぎてやばいんやけど、まゆゆビームさん。嬉しい。三つ編みね、あんまやんないよね。あんね、ハルトさん、ショートカットみたい、似合わんよ、多分似合わんよ。白黒のアナちゃんの写真がいい。あ、ね、なんか白黒でも撮ってくれてた。ミッキーや。田村陽介さん、ポニテだとオレッシュのテンションがバグる。なっちゃん、なっちゃん大丈夫？え、アンズーでしょもう。さゆにゃ、ショートアリエン見た日、本当にアフロってしみしみさ。髪型配信しよっかね、いつかね。確かにいろんなのしよっか。また会いたすぎて辛いよって。何、4月23日のお話だ。何あった、4月23日って。何、4月23、干からびないで。背の低い人は高めのポニテが似合う。ガチやないかい。確かにメイク配信もね、アンズだと思うって。ミヤさん、あれ、ひらがなレモンさんも。今日髪の毛セクシー、本当に巻いてたらそう見えるのかな。あ、リコちゃん。髪変えるのは女子の特権って。お医者愛おしい、本当。ひそひそとアンズしよう。あ、嬉しい。たくま、目から涙出てきた。嘘でしょ。HKT さんの限定アバターなの？イコラブも欲しいな。ブッチョさんなってよ。ブッチョさんいつも来てくれるやん。いつでもセクシーだって。いつもセクシーだって。ありがとう。パリ行った時ももちろん配信するよ。もう頑張る。久しぶりに会いたい。ホリーさん。大場さんのオタクって。鼻押し？ありがとうね。来週はよーって。おちびと何話してくれるって。おちびと話すよ、おちびと。そうそう、黒だと重いんだよね。そうなんだよね。お医者めっちゃコールした、ありがとうございます。エリくんのもだ、本当だ、一緒だ。アンズーだよ、ももしおご。カルパッチョさん、はじめまして、ありがとうございます。初初見さん、見つめ合いましょこ、いいですよ。巻き髪もっと見せて、本当に。去年の4月27日のショールーム、その時のいちごちゃんが可愛いって燃えてる話をさっきしてた。花丸さん、マジ？何そ、みんないちごちゃんの時の話しとったん？せいちゃん、あんな推しになってるでしょ。なってくれてるでしょ。初見センサー起動。モチベがマックスすぎて10割あんちゃん。本当に嬉しいんだけど、もう感謝でしかない。
10割だって全部じゃん。100割中10割じゃない？10割中10割あと9分、やばい、30分でめちゃめちゃ早いよね、ほんまにあっという間、やばい。たくさん、ランコさんありがとうございます。寝坊すけさん責任取らんわちゃちゃまるさん緊張せんでや。カルパッチョさんまた来てね。金髪いけますか？金髪いっちゃいますか？なんかのんのがめっちゃ茶色いって柴田さんに言われとってさ、もっと言われるじゃん。え、夢職人さんアンズーやろ30分すぐ、めっちゃ早いね。10割中10割だって、ショールーム好きじゃけんだって。ちょいちょい出る方言に安心する、ほんまに嬉しい。赤髪に合いそう、マジ。瀬戸ちゃん、ミチューズとアンズーの件に嬉しみが深いですね。花丸さん、アンズーにもなってね先にその時の配信を見てたら、もしかしたらあんな推しになってて、ほんまてんちゃん今からでも遅くないよ、嘘じゃあミリアの次によろしくね部活中の MV めっちゃ見てるって、みんなみんないっぱい見て。リップシーンだけじゃけんさ、もう推しがさ、部活中と目合っとるかもよ、推しと。アンナが赤にしたら俺も赤にする、しかもなんかアバター戻ったし面白い。しょうこちゃんとのんのととのんちゃんとミリニャとコラボ配信ね、みんなとしたいです、誰でもいいからしてって感じ。私とマルスさん、あんな推しになってリップシーンですねって。自然な事件初めて聞いた、嘘嘘、いつも好きじゃけんしか言ってないけん自然じゃないもんね確かに声の高低差が違うとか言わんで何、いちごちゃん時代もうちょっと高かった、こんな感じウフが消えた、ウフやだ、そんな言っとったかな、覚えてない。ハートがビシッと決まってた、なかなかさん、うふ、そんなに、うふ、ほんまに広島弁落ち着くって。あ、5人ね、例の5人はちょっと待っててください、本当にやりたいんだけど、なかなか5人集まるって難しいからね。のりたん声かわいいよだって、こうへいさんいや別に去年は去年だから、今は今だから、今は今だから別に。歯が可愛いって歯だけかい握手会来て、眉ビームさん猫かぶりとか言わんとってや、歯見たかったなーって、あんな痛めさん、あんな痛める。4人でダンスレッスンやったの、ハルトさん首が可愛いって、ありがとう、背も可愛いって。都会の子になった岡田ひろさん、こんばんにゃ、こんばんにゃ。大阪待ってるあやぱんさん、お好み焼き作りたい、のんのがお好み焼き食べたいって言ってた。読みに、まゆゆビームさんいっぱい来てね、覚えるから。アイスクリームの日だって、サーティワン、え、なになに、サーティワンで、なに、サーティワンアイスでシングル100円楽しみ、え、明日、そうなん、知らんかった。お好み焼き甘いか、いやお好み焼きあんなでしょよし、じゃあ順位読むね。サーティワンに反応、すぐ反応するからな。やばい、順位読まなきゃ、めっちゃあっという間だわ。あ、フロックさんだ、お父さんスペシャル、ああれだ、お父さんスペシャル。でも最近サーティワン食べてないの、自分でサーティワン東京に来て一回も買ってない。
差し入れで結構サーティワネをいただいたけど自分で買ってない、買わなきゃ13位ニコさん、12位ケンヨンパチさん、11位ユイニャ、10位セイちゃん、9位ノリタン、8位カンチゴロウさん、7位花丸さん、6位島根の差し越しさん、5位ポークたまごさん、4位サシナユイさん、3位人の時を思うさん、2位ノブさん、1位ヨッシーさんです。ありがとうございました。正午読んでほしみが赤い、スタッフさん募集しないで。広島弁喋るようになっちゃったって、ランダムじゃんって、ランダム行くよ。アンピオイブキ呼んだ？呼んだよせいちゃん台湾中心さん、なっちゃん、タラちゃん、イコール大輝、ヤブタクさん、あ、早い、チービージャケン、好き好きピーマン、ピーマン苦いじゃん。エリくん好きじゃけん、うん、1,2,3,4,5,6 人いきます。1人目ココちゃん08さん、2人目ケロちゃん、3人目トレーサーさん、4人目タカヒロンリーさん、5人目34ノブさん、34ノブさん、ドリューさん、5人目、6人目ラストです、みつるさんです。ありがとうございました。また必ず見に来て、カルパッチョさん、握手会で皆話そうね、よろしくね。怖くと善悪で皆さんいっぱいお話しましょう。喉大丈夫もウィジャケン、あと1分、ジャケン、ジャンケン、ジャンケン、ほい。ありがとうございました。ウフ4連番、うふやだ大人になったって、タラちゃん、バイバイ、おやすみなさい、バイバイ、おやすみなさい、アンナ夢に登場させてね。